やけど直しのポーション、今のうちにもっと作っといて。エアロアロエの羊肉と真っ赤いモリの尻尾はどっさり持ってきたからさ。それより矢の用意だって。鳳凰のぼんじりにぶち込んでも燃え尽きないような矢はないか。いやいや、その前に腹ごしらえだべよ。恐竜どもの黒焦げ肉ならいくらでもあるでよ。ここがデビルズステップスっていう村なんですね。見たところ本物の鬼はいないみたいですけど。リザードマンの男性に尾が2本のヒョウの女性、あちらの方はバジリスクの男性でしょうか。本当に魔物の特徴を持った方々ばかりの模様でございますね。居住区の外はあちこち燃えちゃってて大変なのに、ここにいる皆さんはとっても元気いっぱいって感じです。村っていうよりなんだか野戦陣地みたいですね。さもありなん、先に申し上げた通り、ジオゲヘナでは油断一瞬、落命必定。わっちらのごときか弱き者は常に活を入れて生きねばなりません。あ、ネフィーネラ様だ、いらっしゃい。おお、姫様だけじゃなく妹様にモネちゃんも。みんなで狩りでも行ってたんすか。さようなり。鴨打ちならぬ大鳥打ちとしゃれ込むつもりでありんしたが、少々火の手が強くての、やけどする前にすごすご引き返して候。またまた、姫さんが手ぶらの帰りなんてありえないって。どうせ他に収穫があったから戻ってきたんでしょ。いつも見たくさ。おお、ひょっとして今日の収穫はそっちのでっかいモグモグたちっすか。ビュン。ああ、ごめん、この子らは餌じゃねえんだわ。そうなの？それじゃどこか遠くの部族を捕虜にしたとか。いいな、いいな、この者らはの、カリザの坊やと同じく遥か遠き異世界より訪れし稀人なり、それもかの世を幾度も救いし英雄とそのお仲間たちにござんす。誰が英雄だっての。主様ですが。ステレオでボケんじゃねえよてめえら。へえ、全然強そうには見えんけど、ま、姫さんがおっしゃるならそうなんだろうな。ぜひとも出会わせしてもらいたいもんだね。コロシアムは今使えないけどさ。これこれ、今はざれる時ではあるまいか。空は焼け込み、海は煮え立ちておるというの。モネや、聞かせておやり。さっきまでカレイド・フェニックスの動向を調べてました。姫とネアさんと私と、あとおまけ付きで。誰がおまけだ、目ん玉めしべ。こら、カリザキュー、ちょっと静かにしてよっか。それで試作の海の研磨たちの推測通り、フェニックスの暴走の原因はやっぱり老化による暴走みたいです。
まともな意識はなさそうですし、以前のような会話もできず、姫の言葉も届かない以上、説得は不可能です。あとはもう燃え尽きるまで飛び続けるだけかと。でもさ、下手に近づくとこっちが燃え尽きちゃうかも。だし撃ち落とすのとかしんどいっぽいし、ぶっちゃけどうすっかなって思ってたとこで、キシキュンたちとばったり。これってラッキー、運命、バイブス一致ってやつ。引きや皆の者、これなる異世界の英雄殿らは、この煉獄の世では稀な特進の持ち主。ゆえに鳳凰に炙られたわっちらの窮状を見かね、手助けしてくれるそうな。であろう、騎士殿。そいつは助かるね。ああ、異世界の英雄の力ってやつ、見せてもらおうじゃねえか。ちょっともう、何をあっさり丸め込まれてますの、あなた方は。あなたは。まったく、黙って聞いていればおふざけですわね。こんな得体の知れない連中に太陽ローダなんてどうかしてるんじゃありませんこと。一体全体どういうおつもりなんですの、ネフィーネラ。普段から私たちのこと好き勝手こき使ってくださるくせして、この肝心な時に自分の領土を自分たちで守ろうとしないだなんて。カノンちゃん、今日も元気に生きてんね。おだまり遊ばせショカコンスライム。プリンセスの妹だからって私にはそんなの関係ありませんでしたよ。関係あります。あなたはかつて姫に負けて、今は。うるさいですわよ、アルラウネ風情が。ほら、デビルズステップスの皆様、あなた方からも何かおっしゃったら。よろしく頼むぜ、英雄さんたちよ。うん、大歓迎だからね、あたしらは。ありがとうございます。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。人望の差です。どったまきましたわ、このボケなすびさんたちと来たら。もういいですわ、私は私の好きにさせていただきます。よろしくって、ネフィーネラ。好きになさりよ、ただ皆の邪魔だけはやめなし。あたくしの邪魔もしないことですわね。言っちゃいましたね。そのもしや、私たちが来たことで皆様のご意見が割れてしまったのでは。気にすんなし、あの子はいっつもああだから。ふん、俺に言わせりゃ群れて生きてるやつよりかマシってもんだがな。でもカリザキュンは群れ群れの方が好きっしょ。好きじゃねえ。うらそうとせんな。ちょっと見ない間にますます哀れなことになってるわね、あのクソチビガキ。なんつうか、あやつけて悪いな、あんたら。姫さんのお墨付きだってんなら、当てにさせてもらうぜ。はい、改めまして、こちらこそよろしくお願いしますね、皆さん。
必要なもんとかあったら何でも言ってくれよ。ま、揃うかどうかはわかんねえけどな。調達させていただきたいものはあるのですが、こちらの居住区でお願いできるでしょうか。パッと見原始的ねって感じな居住区だけど、でも柱とかに刻まれてるこれ防御魔法の結界の一部なの。術式は私らの使ってるのとは全然違うけど、なんかとんでもなく強力っぽいわ。ガチガチ守り。なるほど。ここまでの道中どこもかしこも焼け跡ばかりか焼けている最中でしたが、この居住区の被害が少ないのはその結界の守りのためなのですね。めったなことでは使わない虎の子であります。居住区と城を守るためには少々気張らねばなりませんでの。普通の魔物相手なら結界なんていらないんだけどね。てか普通の魔物が入ってくるなんて毎日だけど。居住区に毎日魔物が。でも帰り討ちですから。言われてみれば鐘楼や堀、石弓付きの防護柵など魔物を迎撃するための仕掛けがあちこちに点在しておりますね。そっか、私が最初に野戦陣地っぽいって感じたのはそのせいかもですね。もしかしてこの辺の建物も魔物に壊されちゃってもすぐ建て直せるような構造になってるんでしょうか。ああ、なるほど。結界の方も模様の刻まれた柱や壁が少し欠けちゃっても他で補い合って全体が壊れないようにしてあるんだわ。すごいわね。無造作に転がっている武器なども技物ばかりのように見えます。魔法の効果が付与された武器もある様子ですし、ランドソルで買おうとしたら一つ100万ルピは下らないかと。陛下が住みやすいように整備したランドソルとかお菓子の城なんて水郷なもん作ってたジオテオゴニアと違ってボロっちいところって思ったけど、要するに力をかけてるところが違うのね。こんな世界ですから備えはいくらあっても足りませんけど。とはいえここら一帯はあと少しなら法王の火にも耐えられることでしょう。わっちらの魔力が尽きるまでデアリンスが。それじゃあネフィーネラさん、早速お願いなんですが、おにぎりちゃんとハッピーちゃんをここで預かってもらえませんか。ただでさえ魔物の調量ばっこする世界のようですし、これからフェニックスと争うとなるとおにぎり様たちを炎から守りきることは難しいかと思います。焼きおにぎりでも大丈夫でしょうか。その食べられちゃったりしませんか。ごくり。ビギュン。可能性はないです。ふむ、けだものといえどお客人はお客人。苦労てしまうのはさすがに寝覚めが悪いですね。これなあなよ。はーい。そちらの愛らしいけだものらをわっちの城の馬屋に案内しておやり。あと資料とかの世話もお願いします。おお、うん、いいよ、こっちこっち。よろしくお願いいたします。今の方はウサギのビースト族。いえ、
小さな角がありますから、アルミラージなのでしょうか。コンコン、あれ、あなたたち、甘い匂いがする。大丈夫ですか、ナーナさんで。是非に及ばず、今は人手不足のさなかゆえ、あやつでも獣の世話くらいはできる、いやもしれぬよ。あの子らはなっちゃんに任せるとして、キシキュンやペコちゃんのお願いはドリマーリョって感じだけど、ちょい時間かかるっぽだね。そもそもできっか謎いし。そうですね、そっちの方はうまくいけば間違いなく切り札にはなりますけど、今後のためって意味合いもあるので。そちらは確かに我が妹が適任であろうな。法王の進路の予測やそこまでの案内はわっちに任せたので。他にも策は用意しております。少々力押しではございますが、私たちももちろん精一杯お力添えいたします。焼き鳥焼くよ。うっし、それじゃあ鳳凰迎撃作戦開始よ。おー、魔力をまとう炎の化身のごとき魔物、老齢のために境をなくし、周りのみならず自らも焼き滅ぼさんとしている強調、私の力のみで痛手を与えるのは難しいですが、主様からの強化を最大限に受け、この世界の精霊の荒ぶる力を解き放ったなら。おお、竜巻。なるほど、そいつで鳳凰がまとってる炎をかき消しちゃうってわけね。さすがにそううまくはいかないかと思いますが。直撃です。あ、でも、火災旋風になっちまった。でもフェニックスさんが燃え尽きてもこっちの勝ちなんですから、火の勢いが強くなってもそんなに悪くないですよ。最上の結果とはいきませんでしたが、当初の予定通り進路を限定し、さらに上空の雲を一箇所に集めることにも成功しました。あとはキャル様が。ガレードフェニックスか、そんだけすごい炎の魔力で体を覆ってたら私の攻撃魔法なんかじゃびくともしないだろうけど、でもこんだけボーボー燃やしてたら熱い煙と空気がじゃんじゃん上がって雲ができるわよね。積乱雲は静電エネルギーの塊ってやつよ。ちょっとコントロールは難しいけど、うまく誘導してやればそれを雷にして落とすことだってできる。こんだけのエネルギーの塊をまとめてぶち込んでやったら、どんな魔物だってただじゃ済まないわ。ってことで、死ねー、ボルカニックタイタニング。
頑丈なやつ。世界を滅せるとか言うだけあるわね、この畜生。でも、なめんじゃないわよ。あんたみたいに燃やすしか脳ないデカブツ、前にも懲らしめてやったことあるんだから。燃え尽きるまで何発でも撃ち込んでやるわ、この焼き鳥が。このフェニックスが進路を変えてキャル様の方に。キャルちゃん逃げてください。やば。無事ですかキャルさん。クリア、助かったわ。私たちも攻撃を重ねます。シャドウスプリント。無茶すんじゃないわよ。シャドウなら突っ込んでも焼け死ぬってことはないでしょうけど。はい。突撃、自爆、シャドウランページ。私も火星に行きたいんですけど。あなた危ない。さっきから魔物がひっきりなしに。ペコリーヌ様と私は主様のお守り役、キャル様たちの強化に専念していただくためにも、ここを離れるわけには。分かってますよ。みんな一蓮托生ですし、いいご身分だなんて言いません。けど大丈夫ですよね。はい、リリちゃん、プレシアちゃんも、まだやれる。シャドウ。え、誰ですか。一体どこから。ブエ、異世界の愚か者の皆様。あれってマンティコアの、確かカノンさん。コウモリの羽で飛翔を。思ったよりも鳳凰に傷を負わせているようではありませんの。英雄などというだけあって、なかなかおやりになりますわね。褒めて差し上げます。挟ます。ですがそれは私たちではなく兄様のことで。というか危ないですよカノンさん、お兄さんからの強化もなしじゃ。そもそも何しに来たってのよあんた。まさか。なかなか勘がいいみたいですわね、猫のアナ。あなた方が弱らせたところを、この私が美味しくいただく。これぞ漁夫の利。殿から大ぼた餅というやつですわ。こいつ。いざ参りますわよ、マンティコア流毒殺剣術。うーどりゃー。あ、やだ、まだこんな力が。
ノン様。唐突に現れたかと思いきや迎撃されてしまいました。何だったんでしょう今の。大丈夫です。姫に強めのお仕置きされても翌日には復帰してますし。あの人、あ、モネちゃん。カノンさんのことはともかく、これまでの動きを見る限り、あなたたちが口先だけじゃなく私たちの助けになろうとしていること理解しました。と言えと姫に言われました。もう素直じゃないですね。ハグしますか？なんて聞きつつギュー。あれ？抱きつくのは攻撃とみなしますから、次は反撃します。ペコリーヌ様、キャル様のように言葉だけでなく心から嫌がっている方へのハグはいけませんよ。残念。とにかく姫の名で近くの部族を集めたので、こっちも加わります。ほとんど燃えちゃってますけど、それでもかなりダメージ入ってるみたいです。はい、このまま行けばいいな。これがそうは問屋がおろすんですね。ネフィーネラ様、モネ、あーい、間に合う、やむを得ない。落ちる。やった。違うわ、ペコリーヌたちの方に。体当たりする気ですか？やば。主様、大丈夫でしょうか。息を吸い込む前にこの濡れ布巾を口に当ててくださいませ。この熱で肺が焼けてしまいます。いきなり突っ込んでくるなんてびっくりしました。というか、あのフェニックスが今通り過ぎたところ、大量破壊魔法の跡みたいにがっつりえぐられちゃってるんですけど、この辺以外。一体なぜ助かったのでしょうか。ついに一巻の終わりかと思いましたが、姫が守ってくれたからです。私たちだけじゃなく他の人たちも。あたりにもルーンの守りを忍ばせておいて正解であったの。されどルーンを刻んでいた木々がこれほど燃えては、全てを防ぎきることはあたわず。下がれ下がれ。炎の威力と範囲がすごすぎて被害が。しかも折り返してきます。今度は上空に。キャルちゃんたち逃げてください。かなり距離を取ってかわしたのに
こんなに熱風が。私たちの翼まで燃えてしまいそうです。しょうがない、一旦降りるわよ。あんたたちですが、ギャル様、あんたたちも体力限界でしょ。シャドウ出すたびしんどそうにしてるくせに。ミリちゃん、プレシアちゃん、ここは一度下がりましょう。困りましたね。鳳凰自身の炎による事象はもとより、私たちもかなり攻撃を加えているのですが、あの生きた焼き鳥さんが本当にこんがり焼き上がるまではあともう二押しくらいは必要っぽいですね。というか、手傷を負わせた結果、より見境なく飛び回るようになって、こっちの被害が深刻です。さすがといったところよの、レンカ。本来のお前様からはるか彼岸ほどにかけ離れ、ただ人色の炎となり果てようとも、これほどの火力とは。あんたたち、兄様、キャルちゃんたち大丈夫ですか？少しでも回復を。ありがとうございます。お互い結構やられ気味だけど、まだへこんでなんかないわよね。もちろんです。でも次どうしましょう。他の作戦はまだ準備ができてないですし。おい、お前さんだ。あ、さっきの居住区のリザードマンさんですよね。んだんだ、頼まれてた分作ってきたぞ。けどこんな長ゴムでどうすんだ。石でも飛ばそうってか。飛ばすのは別のものです。よろしくお願いします、アルターメイデンの皆さん。というかペコリーヌさん、本当にやるんですか？ぶっつけ本番になっちゃいますけど。もちろんです。皆さんの中で私がまだ一番元気ですし。あー、でも狙いをつけるためにも少しでもフェニックスさんに隙があれば。やっほー、みんな生きてる？あんちくしょう、どこもかしくもボーボー燃え上がって。たったいま。やっぱすごいね、ほうちゃん。よろよろ老衰寸前のおばあちゃんとは思えねえわ、マジで。ネオ様、予想よりもだいぶ早いお戻りでしたが、守備の方は。バッチリ中のバッチリって感じかな。てか私が前に壁越えた時と違って、マジゆるゆるのガバガバになっててさ、さすがに楽勝したわ。ネオさん、それじゃあ、ドリマキシキュンの女の子たちに適当に声かけてきた感じ。よし、早速で悪いけど手伝ってもらうわよ、あんたたち。はい、ジオゲヒナ、新しい裏世界でもお役に立てるなら。カリサ君は彼の護衛をお願いします。はぁ、なんで俺がプリンセスナイトのお守りなんぞ。おい、どこ行くんだこら。
しです。今です。さらないので心配いたしました、ペコリーヌ様。クックロちゃん、他のみんなは？炎から逃げてきた魔物の群れが押し寄せてきたため、皆様その迎撃をしてくださっています。そうだったんですね。助かっちゃいました。ネアさんにも感謝してください。スライムで受け止めてくれなかったら、落ちてきた時に頭を打って死んでましたよ、あなた。みんなを連れてきてくれただけじゃなく、ネアさんにはまた助けられちゃいましたね。本当にありがとうございます。いいっていいって、今回も生きててよかったね。てかペコちゃん、ナイスガッツショー。プリンセスなんとかんとって必殺技、ほうちゃんにバチコリ効いたみたいだし。そうだったんですか。手応えはそれなりにあった気がするんですけど、正面衝突のショックで意識が飛んじゃってたので。フェニックスさん、まだ燃え尽きてないじゃないですか。上をご覧あそばせ。シャドウスペリード。これ以上シャドウを出したらマジで死ぬわよ。ですがギャル様、あと一押し、あとほんの少しのはずなのです。まだやれるよ。空中から攻撃を仕掛けられるのは今は私たちだけですし、ここで諦めてしまったら兄様たちの苦労が水の泡になってしまいますから。はい、それになんとなくわかるんです。この鳳凰さん、本当は優しい魔物だと思うんです。老衰で自我をなくす前はきっと。このような暴虐な振る舞いはしたくないと心の奥で泣いていらっしゃる。そんな気がしてならないのです。前の私たちみたいに。
きが変わった？あらぬ方へと飛び去ろうと。いえ、まるでリリ様たちから逃げるかのようにも見えますが。いいな、なんとも早いこの土壇場に。姫、あの動きはどういう。彼女の目が覚めたのでありんしょう。アルター・メイデン、あのウブな娘ごらの息を受け、ほんのかすかに。彼女ってカレイド・フェニックスさんのことですか？老衰のため炎を制御できなくなり、身を焼く暑さのため正気を失っていたというお話でしたが。不憫ながらそこまで都合よくは参りませぬなり。あやつが死の淵にあることはいささかも変わりなし。暴れ狂うを止めたとて、羽ばたく都度に舞い降りる豪華はこの煉獄をさらに焼き払うことでありんしょう。そんな憂い顔をする必要はありませんね、お前様だよ。むしろその逆でありんす。あやつとて核のごとき暴虐は望まざること。されどお前様らの尽力のおかげで我を失った。カレイド・フェニックスの死期は早まり、筆境ジオゲヘナの全てが焼かれることはなくなり申し候。勝てて加えてわずかといえど、正気を取り戻すという奇跡が起きると。彼女に代わってこのネフィーネル、心よりお礼を申し上げます。ちゃんに同情してる的な。悪気があって暴れたわけじゃねえんだし、助けられないにしてもせめて最後に何かしてあげられないかって思ってる感じだよね、義士キュン。あなたらしいですね。理解できません。ほんの少し前まで殺し殺されようとしてたのに。本当だよな、マジ意味わかんねえぜてめえらの思考はよ。その自信、この煉獄の世にはふさわしくないものではあれど、不快ではありません。ならば騎士殿、少しばかりお手を拝借できませぬかい。すでに死を待つばかりの廉家の法王に送る、あと一押しのための手を。良き依頼なり。ならばメフィーネラ様の羽衣が形を変えて、これは水銀の蛇？手伝よ。お姉ちゃんはメタルなスライムだからね。乗りません、お前様。夜のやうやう暮れゆくに落砲は不死鳥狩りとしゃれ込みましょうぞ。あやつの尾が見えるまでもうしばらく堪忍へ。黒金のオロチの世話少々手狭やもしれませぬが、振り落とされぬようわっちにしがみつけばよいでの。それよりもの、お前様、こたびの一件改めて礼を述べさせてくだしゃんせ。法王とわっちは友ではあらねど、古い馴染みであるよし。あやつの末は
現に心浮く。ゆえにお前様らの鉄心には感じいるものがありんした。彼女もきっとお前様に送られるのであれば妨害の行幸というものであろうよ。たやすきことなり、あやつの身を焦がしているのはあやつ自身の炎であれば、お前様の力を加え、あやつの炎を癒ますがよろしきかと。これすなわち当滅線として光を増すの孤児に候。さあ、これはイデアリンス、お前様、火に油を注ぐがごとく、不意語で風を送るがごとく、かの焼けぼっくいを灰とかすまで燃やし尽くしてあげません。私は全然大丈夫よ。でもリリたちの方が。に様心配しないでください。お兄さん、キャルさんも少し休んだのでもう大丈夫ですから。シャドウの使いすぎね。本当無茶すんだから。なれど、ランジラの力添えあって殿下の法王をダビに伏すことができました。おかげでこのジオゲヘナも救われ、姫として感謝してもしきれません。こちらこそです。私たちだけじゃとてもじゃないですけど無理だったと思いますし。はい、それにネア様のご協力でランドソルやジオテオゴニアとの往来に目処がつきました。これでこの世界の探索も人手が突っ込めるわね。きつかったけどネフィーネラたちにもたっぷり恩が売れたし。おい、マジ行き来できるようになったんだよな。よっしゃ帰る。俺は帰るぞクソが。こんな世界はおさらばだ。ダメダメ、カリザキュンは帰れません。ギュシクショー。でこそこっちから魔物送っちゃうのもあれなんで、基本は必要な時だけ開ける感じにすっからね。その方がいいです。ゾロゾロと来られても困ります。やれやれ、ウヌの人見知りは根が深いの。アルラーネなので。そのひとまずはこれで今回の戦いは終結したのでしょうか。そうさん、後片付けは血と難儀であろう。てかそれより、騎士キュンたちの歓迎パーティー的な
て。ペコちゃん？だったん？なんだか悲しい気持ちになっちゃって。だってあのフェニックスさんからは悪い意志は全然感じませんでした。苦しいっていう気持ちばっかりで、それに最後には灰になるまで燃え尽きちゃったみたいでしたから、美味しく食べてあげられなかったなって。まったく、あんたは弔いたいってんなら焦げた魔物だってその辺にたくさん転がってるんだし、好きなだけ食べてなさいよ。うん、ペコリーヌ姫は極上の焼き鳥を所望であると。しからばその機会はまだあるやもしれませぬの。うご覧あそばせ、上を。灰からよみがえると。ちょっと大丈夫なのそいつ。意識があるみたいですよ。しまったようですね。皆さん、はじめまして。私は鳳凰、偉大にして優雅、五色絢爛、この世界を守る浄化の成長。人の子よ、良い働きでした。私を助けてくれた褒美として特別にほうちゃんと呼ぶ権利を与えましょう。ほうちゃん？
しんないけど、まとめてザコザコにしてあげる。待ってろ、お兄さん。次回、プリンセスコネクトライブ第3部6章、アルターメイデン VS バンディシスターズ。もう一度、君とつながる物語、いくよ。邪魔ねえ、バカなねえ。はい、お疲れ様。なにも失礼ね。挨拶じゃなくて本当に疲れたって顔しちゃってさ。まあわからなくもないけど、新しい世界来たって思ったらいきなりドッカンボッカン大決戦って感じだったもんね。ジオゲヘナか。みんなも言ってたけど、ジオテオゴニアとは随分違う世界っぽいわね。魔物びっしり、危険度爆上げ、温度差やっば。ああ、偶然あんたの知り合いがいたおかげで、現地民、モンストレスの連中が結構フレンドリーなのはラッキーだったかも。だけど、モンストレス、ねえ。はい、お待ちかね。ここでティアちゃんクイズのお時間です。んー、もうノリ悪いわね。ダメよそんなんじゃ、女の子に。あ、いや、モテてるかあんたの場合。それはともかく、クイズよクイズ。じゃん、ジオテオゴニアの新しい種族の子たちとジオゲヘナのモンストレス比べた時に、モンストレスの方が平均的に高いステータスはなんでしょ。いや、してないのもいたでしょ普通に。はあ、かくも鈍いわね。もっとも単純なことよ。律儀ね、あんたも。あんたを困らせるために出してるクイズだってのに、そんな真剣に考えて悩んだ顔して。別に、なんでもない。うっさいわね、なんでもないったらないっての。てか、時間切れ。単純にね、モンストレスはみんなめっちゃ頑丈なのよ。ジオテオゴニアの連中やあんたたちに比べてね。そりゃそうよね、タフでなきゃあんな環境で生きてるわけないもんね。ゲヘナってあんたたちの国の言葉じゃ煉獄とか地獄ってとかって意味らしいけど、人間がまともに生きていけないようなガチヤバめの環境のことを地獄って言うんなら、確かにジオゲヘナは地獄の一丁目でしょうね。人間が繁栄する前の地球ってそういう意味じゃ人間にとっては地獄みたいなものだったのか。でもで、なら、そういうとこに住めるような連中は、ありゃ、そろそろ時間切れみたい。んじゃね、暑いからって腹出してねんじゃないわよ。風邪ひいちゃうんだから。ちょっと鼻水飛ばすんじゃないわよあんた、汚いわね。
大丈夫ですか？風邪とかだったりしないですよね？結局公園のベンチで順番にうとうとした以外ろくに休むこともできてないですからね。どっか泊まるにしても人目があるし、あんたの家だって見張られてるかもしれないし、私の家は論外だし。てかもうすっかり朝ね。あ、お風呂入りたい。お腹もペコペコです。そうなんですよね、困りました。困りました。じゃないわよバカ、あんた一人でいくつハンバーガー食べたと思ってるのよ。っていうかせめて電車賃くらい取っときなさいっての。もううっさいわね、説教の途中だってのに。何なのこの音。ヘリコプター？こんな低くを飛んでるなんて。っていうかこっち近づいてない？もしかしてあんたたちを追ってる国際警察ってやつ？だとしたらヤバいです。逃げましょうケルちゃん。あなた、え？ありがとうございました。とってもいいお湯でした。当然ですわ、我が東道家の所有する七つ星ホテルですもの。私は単なる付き添いだけどね。でも秋野さんからあんたたちを見つけたって連絡もらってついすっ飛んできちゃったわ。私たちもここまでヘリで飛んできましたよ。チェックインなしで高層ビルの屋上にヘリで乗りつけるなんて非常識にも程があるっていうか。しかも最上階フロアまるっとぶち抜きの部屋だし。てか部屋付きのお風呂だってのに私の家と同じくらい広かったんだけど。これが格差社会ってやつなのね。あら、キルヤさんはもっと良い部屋がお好みでしたかしら。ごめんなさいね、都心だとこのくらいが限界で。そうですわ、今からみんなで南国の最高級リゾートに繰り出しましょう。タヒチ、それともセーシェル諸島がいいかしら。そういう意味で言ってんじゃないわよこのリアル大富豪が。キャルちゃん落ち着いてください。そうね、ペコリーヌさんたちがお風呂に入っている間にこいつから事情を聞かせてもらったわ。大変だったわね、っていうか大変な真っ最中みたいね。そうなんですよ、私たち何にも悪いことはしてないのに警察に捕まえられそうになっちゃって。正直ここだっていつ連中が踏み込んでくるかわかんないわよね。私に迷惑がなど水臭いことはおっしゃらないでくださいましね。最初にこちらへお連れした時も申しましたでしょ、私たちは権力などに決して屈しませんわ。さすが秋野さんって感じだけど、でもなんか変ね。ヘリで移動なんて目立つことしたのに見つからなかったのかしら。というか警察が本腰入れたら夜道をうろうろしてるあんたたちを補導するくらいなんとかなるんじゃないかって気もするわ。街中じゃ監視カメラも多いんだし。そうですね、誉さんがその辺うまくやってくれたのかもしれませんけど。
まあ警察の方だってお役人なわけだし、私たちの知らないところでドタバタしてるのかもね。耳の回収騒ぎとか、懲役ボケの人が起こした事件とか大変みたいだし、懲役明けの混乱はネットでもいろいろ騒がれてるけど、ここ数日一気に情報が出回らなくなってるのよね。報道規制、情報統制っていうのかしらね、こういうの。アストライア王国がどうなっているかの情報も日本には全然入ってこないみたいなんですよね。表面的なことか嘘のニュースばっかりで。まあまあ、拉致の開かない推測ばかりしていても仕方ありませんわ。それよりもこれから先のこと、将来をどうするかについて相談すべきではありませんこと。そうね、秋野さんの言う通り。というわけで、私のお父様とお母様に挨拶に参りますわよ、あなた様。ちょっとそっち待ちなさいよ、秋野さん。っていうか、あんたもほら、その久々に会っておきたくない？うちの両親二人も大きくなったあんたに会いたいと思うし。実はもう予定があって。ご両親に挨拶を？実はコッコロちゃんのお父さんはラビリスタさんとかネネカさんとかと同じくレジェンド・オブ・アストルムの開発者の一人なんです。そうだったの？よかった。あんまりたくさん話したことはあるわけじゃないんですが、前に会った時、コッコロちゃんのお父さんは私たちにとっても協力的みたいでした。だからロストしてしまった人たちを助けるためにはどうすればいいか知恵を借りたいんです。もちろんコッコロちゃんがどうしてるか心配っていうのもありますが。なるほど、ですわね。そういうことならもちろん私たちも全面的にお手伝いをさせていただきますわ。ノブレス・オブリージュ、危険の身として自分たちが助かったからといって残された人々を見捨てて良いはずがありませんもの。ええ、そうね。それに叶うならレジェンド・オブ・アストルムがこのまま消えてなくなっちゃうのは止めたいもの。サレンさん。ああ、一応言っておくとね、私はカスミさんの言うところのカテゴリーグリーンだと思うわよ。でもあの世界には思い出がありすぎるわ。大事な大事なきらめくような思い出が。そうですわね、サレンさん。私も思いは同じですわ。コッコロさんのお父さんがセブンクラウンズでしたかしら。レジェンド・オブ・アストルムを作った方だというなら、きっと何か良い手立てが。キルヤさん、いかがなさったの？そうですね、さっきからずっと黙っちゃってますけど。ごめん、なんでもないわ。セブンクラウンズか。陛下、マナ様もきっとログアウトしてるはずよね。連絡もらえるなんて思ってないけど。でも昨日ペコリーナたちの耳に私の家の住所を送ったっていう誉れ以外の誰か、匿名だったらしいけど、ひょっとして。あ、すごいお腹の音だったわね。なんだ、キャルちゃんも腹ペコさんだったんですね。私とお揃いです。しょうがないでしょ。ほとんど夜通し歩いてた上に今朝まだ何も食べてないんだから。ルームサービスでよろしければ何なりとご注文くださいね。和洋中腕の良いシェフたちが揃っておりますわよ。私もご馳走になったことあるけど、
なんていうか、すごいわよ、ここのお料理。やったー！ぜひぜひ、お言葉に甘えちゃいます。なんか、今更だけど、こんなことで実感すんのもあれだけど、逃げてきて、よかった。いや、元気ではないようだな、ローランド捜査官。グルーヌイ上級捜査官、すみません、元王女たちを逃がしちまいました。それに党の誉れも。気にするな、とは立場上言えないが、まさか行方不明の林道放棄が出てくるとはな。準備もなしなら遅れを取るのも無べなるからだ。可能ならあのドローンくらいは持って帰りたかったんですが、まさか自爆するとは。周囲への無差別被害を気にしないなら、証拠隠滅には最適な答えだ。まあ仮にドローンを捕獲できたとしても、ろくなデータは残しておかないだろうさ。少なくとも私ならそうする。林道放棄か。ぜひともサインが欲しいところだったが、次の機会を待つとしよう。しかし君の方は大丈夫なのかね、ローランド。部下たちをかばってもろに爆風を浴びたと聞いたが。うっす、鍛えてるんで。素晴らしい、さすがは。いや、この話はやめておこう。それよりも差し入れだ。シュークリーム、いただきます。香ばしい皮に滑らかなホイップとどっしりしたカスタード、いけるだろう。この辺りではなかなか評判の店だそうだよ。本当はクレープが良かったんだがね。どうやらまだ営業を再開していないらしい。お作事アキラを含めなかなか尻尾を出さないっすね、セブンクラウンズの連中は。どうなあ、まあこれくらいは予想の範疇さ。だが君が荒波を起こしてくれたおかげで、連中の一人とコンタクトを取ることができたよ。本当ですか。さっきの騒ぎが税金の無駄にならなかったならよかったです。つかコンタクトが取れたというのは誰ですか。クリスティーナ・モーガン。いや違う、もっと慎重で計算高くて危険なやつだ。彼の影を踏むまではもう少しかかると思っていたんだが。あれ、おかしいな。店長、どうかしたんですか。ん？いや、セキュリティ用の監視カメラが壊れちゃったみたいでさ。でもおかしいな、1台じゃなく全部まとめてなんて。そうなんですか、大変ですね。あ、ビータクさん持ってきます。お待たせいたしました、シュリンプダブルビーフバーガーとレモンティーのセットになります。ごゆっくりどうぞ。やっばー、なんかめっちゃ美人さんすぎ。ハンバーグ、生まれて初めて食べたけど、なんて下品な味なのかしら。こんなものを喜んで食べているなんて、やはりこちらでも低俗な舌をしているようね、あの子たちは。貴重な時間をくだらないことに使ってしまったわ。身の安全はひとまず確保できているけれど、やらなくてはいけないことがたくさんあるというのに、信奉者たちの取りまとめに実家への根回し、長老にもコンタクトを取らなくてはいけないわね。気乗りしないけど。そして
やはりミネルヴァへのアクセスはこちらからでは不可能。けれど今のミネルヴァとレジェンド・オブ・アストルムがどんな状態か分かるまで不活なダイブは危険すぎるわね。そうね、クリスティーナあたりを先遣隊としてダイブさせてもいいかしら。彼女なら危機として危険と冒険に飛び込むでしょうし。それはそうとして、あなたいつまで盗み聞きをしているつもりなの？私の耳にクラッキングを仕掛けるなんて随分な命知らずがいたものね。これは失礼。いや、気づいているだろうとはうすうす察していたが、千里マナほどの人物ともあらば、私のような子役人のことなどそれこそ木っ端程度にしか感じないのかと思ってね。国際警察、こんなに早く嗅ぎつけてくるだなんてね。お褒めに預かり恐悦至極と言いたいところだが、そちらが模索時アキラの少年にコンタクトを取らなければ、今もまだ手がかりを求め右往左往していたと思う。我々は発足したばかりのチームでね、いろいろと手が足りないんだ。ついでに決意も埋められていないしね。謙遜するじゃない。そちらの探知網を踏んでやる代わりに、ネットワーク上にいくつかトラップやウイルスを仕掛けておいたのに、綺麗にかわされてしまったわ。厄介なトラップだった。貴重な機材を危うくお釈迦にさせられてしまうところだったよ。のみならず、こうして話している今でさえ発信元のトレースなどという基本的なことすらさせてもらえないとは。いやはや。ああ、ついでにどうやら桃地キルヤ家周辺10km の監視カメラもジャミングされたデータしか送ってこなくなっているようだね。尾行用小型ドローンも音信不通。やれやれ、始末書ものだよ。これでは、こんなもの大した技ではないわ。あなたたちとは目の使い方のレベルが違うのよ。これがセブンクラウンズカイザーインサイトか。人の身でラプラスの間にも及ぶほどの情報処理が可能とは全く恐れ入る。それに桃園の親戚の娘を守るためこちらに尻尾をつかまれる危険を犯すなど、手元のプロファイリング資料よりも随分情け深いみたいじゃないか。これは情報をアップデートしておかなくてはならないな。どうかね、一つ取引といこうじゃないか。そちらさえ協力的になれば、桃地キルヤには手を出さないと約束しよう。悪い話ではないと思うが。勘違いしないでちょうだい。仮にあなたたちがあの子を人質に取ったところで、私は笑って見捨てるわ。昨日あんなおせっかいをしたのはあなたたちが気に食わないからよ。ほう。国際警察特殊機関ウォーロック、私が席を置いていたネットワーク保護団体ウィスダムに成り代わったネットワーク監視団体。本当に腹が立つのよね。光の速度のネットワークで、ね、あまねく覆い尽くされたこの世界でそれを監視しようだなんて、神にのみ許された所業だわ。つまりそれは神のごとき能力を持つ千里マナ、君にのみ許された特権だとでも？なかなか理解が早いじゃない。トラップを破った手腕といい、小指の先くらいは認めてあげる。メルシーボクと言いたいところだが、どうやら取引は不成立のようだね。まったく残念なことだ。あと7人もいるというのに。正義とやらを振りかざすあなたたちの悪辣さを知っているもの。司法取引に応じて寝首をかかれたりしたらとんだ笑い草だわ。
そちらこそ首を洗って待っていなさい、ウォーロック。こっちじゃ大量破壊魔法なんて使えないけど、あなたたちくらい片手間のうちに叩き潰してあげるから。ランファ様、覚悟はよろしいですね。ええ、こっからちゃん、まずは料理対決ね。今日はエリマキリプスの丸焼きだ。火力が足りねえぞ、もっと火を焚け。よろしいでしょうか。肉じゃがの材料をお願いしていたものですが。肉じゃが？ああ、材料はそこにまとめてあるよ。好きなのを持っていきな。ありがとうございます。ではいくつかいただきますね。肉じゃがの材料はじゃがいも、人参、豚肉と、野菜に顔が。じゃがいも、人参に顔がついています。こちらを睨んでいるように見えるのですが。大げさだな。それは人面野菜だよ。噛まれないように気をつけるんだよ。野菜に噛まれる？ジオゲヘナでは人面の野菜が普通なのですか？あちらにいらっしゃるのは。どうしよう、痛いわ。でもやっつけるわけにも。ランファー様、見間違いではないようですね。この声、コッコロちゃん？ランファ様、ご無沙汰しております。噛まれた指は私が癒しましょう。それよりもどうしてこちらに？コッコロちゃん、ありがとう。久しぶりね。ね、彼が心配で、お世話がしたくて、それでゲートを見つけてここにたどり着いたの。さようでございますか。行動力が終わりなのですね。しかし主様は調査に出かけております。残念ながら今は私しかおりません。そうなのね。じゃあここで待って、戻ってきた彼をお世話しようかしら。ですがランファ様、私がおりますのでお世話の心配は無用かと思いますよ。長旅でお疲れでしょうから、どうぞお休みになってください。ありがとう。でも私は平気よ。それに今日はコッコロちゃんにも上達したお世話の腕前を見てほしくて来たの。新しい環境でのお世話は大
変なはず。でも今の私なら、こころちゃんは手伝ってあげられると思うの。あれから家事の練習に励まれていたのですね。それほどにお世話への思いが強かったとは。とはいえ、私も誇りを持って主様をお世話しております。ですので、お互いに腕前を披露し合うのはいかがでしょうか。それなら家事を行いながらナオファ様の腕前も拝見できます。より優れた技術を持っていた方が、今日のお世話係としましょう。最初の勝負、料理対決の肉じゃが完成したわ。こころちゃんはどう？私も先ほど完成しました。では料理を交換して試食いたしましょうか。お互いに公明正大に審査しましょう。それではいただきます。これは前とは比べ物にならないほどに成長していらっしゃいます。人参はまだ硬いですが、何よりも料理が焦げていません。ランファ様なりに勉強されたのでしょうね。油断大敵です。こころちゃんの肉じゃがとても美味しいわ。それに食べやすい。でも材料は同じはず。どうしてこんなにも違うのかしら。ランファ様、真剣に悩んでいらっしゃいますね。やはりお世話への思いは本物なのでしょう。切磋琢磨し合う仲であれば、このまま放ってはおけませんね。ランファ様、切り方を学べばさらに良くなりますよ。切り方一つで味の染み込みやすさ、煮崩れのしにくさ、そして歯ごたえも変わってきます。そういえば、こころちゃんの肉じゃがは具材ごとに切り方も大きさも違うわ。だからこんなに美味しいのかしら。焦がさないようになったから成長したと思ったのだけど、私はまだまだだったみたいね。以前に比べてランファ様は格段に成長されておりますよ。熱心に取り組むお姿に私心を打たれました。こころちゃん、ありがとう。料理対決は私の負けね。でも勝負はまだ始まったばかり。頑張るわ。はい、その意気でございます。では次に参りましょう。2回戦目は、それの勝負、私に預からせてちょうだい。ゆかり様、どうしてここに。いえ、それよりもフラフラですが、大丈夫ですか。大丈夫よ、こころちゃん。ラファちゃんもよろしくね。ここからは私が仕切らせてもらうわ。ゆかりさんだったかしら。どうするの。対決といえば
飲み比べでしょ。というわけで2回戦目は飲み比べ対決よ。ドリンクはもちろん麦酒はドライよ。ジオゲヘナの麦酒はちょっと辛口なのよね。この暑さの中で飲むとこれがまた美味しいのよ。麦酒はドライ、飲んだことないわ。どんな味なのかしら。あのゆかり様、これはお世話対決ですので飲み比べは。それに私麦酒は飲めません。ふにゃ、そうなの。そっか、ココロちゃんは未成年だったわね。じゃあラファちゃんの勝ちね。そんなめちゃくちゃな、というか麦シワとお世話は無関係だと思うのですが。決して無関係なんかじゃないら。いい、コッコロちゃん、この世にはね、麦シワを飲んでお世話されるまれがセットの人もいるのよ。何の話をされているのでしょうか。ランファ様もどうかゆかり様に。ランファ様。二回戦目は私の勝ちね。でも落ち込みはないで、カッコロだ。よちよち。ランファちゃんは笑い上手なのね。麦酒や友達ができて私も嬉しいわ。私もすごく嬉しいわ。これで麦酒屋の担当は私ね。麦酒屋ちゃんもよちよち。ちょっと待って、ランファちゃん、麦酒は担当は私よ。私と麦酒は切っても切れないだからだから。苦しいので話してください。というよりこのような勝負は無効にしましょう。してあげたかったのに。次は話さないわ。さあ勝負は一勝一敗。盛り上がってきたわね。麦シアドライが進むわ。ロタンに勝っちゃった。これも麦酒はドライのおかげね。なんという理不尽な。審査結果に疑問が残ります。じゃあ次行くわよ。次が3回戦目、3度目の正直、最後の勝負よ。最後の勝負は麦酒はドライに合うおつまみを作りなしゃい。おつまみ対決よ。おつまみ、つまり料理対決ね。切り方はさっき
ころたんに教えてもらったわ。早速腕の見せどころ。はいはい、ココロちゃんも急いで急いで、私のお腹が鳴る前に作りなさい。ランファ様、ゆかり様、料理はすでに1回戦目で披露し合いました。それに酔っ払いながら包丁を握るのは危険で。キュッ、またですか。そうだったわ、お料理はさっきしたのよね。ありがとう、こころだ。よちよち、いいか、いいか。っていうか、肉じゃががあるじゃない。これ食べていいやつ？いいだよね。ゆかり様、いけません。その肉じゃがは今日の晩ご飯ですから。こころたんはちっちゃいのにしっかりしてて、なんでもできるし、すごい。もっといろいろ教えてほしいわ。お褒めの言葉ありがとうございます、ランファ様。リズが苦しいので話してくださいますか。コッコロタ、ハグは嫌い。私もっとコッコロタンと仲良くなりたいの。だからハグなのよ。そういうことでしたら嫌ではありませんが、それに私もランファ様とは仲良くありたいですし、家事を通じてお互いに切磋琢磨していければと。そうなの？嬉しいわ、カッコロ。これからも一緒にお世話。お二人とも酔いつぶれてしまわれたようですね。麦しわを飲んでお世話されるまでがセットの人とは、今のお二人のような方々のことなのでしょうか。仕方がありません、これも私の腕の見せ所でございますね。ランファ様、ゆかり様、こんなところで寝てしまうと体を痛めてしまいますよ。お手伝いいたしますので、ベッドまで移動しましょう。あれ、こころたんはハグしてくれるの？やった、嬉しいわ。私はジルタに寝転がりたいの。あと麦酒はドライ、おかわり。ランファ様、しっかり捕まってください。ゆかり様はそんなこと言わずちゃんと立ってください。それと3回戦目はどういたしましょうか。すでにランファ様もゆかり様もお世話対決どころではなさそうですが。もうココロちゃんの勝ちでいいのない？
私とローファちゃんを世話してくれてるんだし。そうね、こころちゃんの勝ち。おめでとう。よろしいのですか。では今回の対決は一応私の勝利ということで。さんって言おうとあんな風になっちゃうのね。甘やかしたがりでハグしたがりのお母さんみたいな。ランファ様、お世話をされるのでしたらもう飲みすぎてはいけませんよ。特に主様の前では。この遺跡、かなり奥まで続いているみたいですね。もしかすると、ロストした人たちの手がかりがあるかもしれません。準備はいいですか、プレシアちゃん。うん、オッケー。そうですね、キャルちゃんたちも別の遺跡を調べてくれていますし、私たちも頑張りましょう。ペコペコ。あはは、二人してお腹が鳴っちゃいましたね。食べ物を探しながら遺跡を調べましょうか。プレシアちゃん、これ見てください、生き倒れた魔物ですよ。お肉、焼肉。そうですけど、そうじゃないんです。ちょっと気になりませんか。よく見てください、足が3本、頭が3つで、こんなの。知らない魔物ですよね。ジオゲヘナに来てから日は浅いですけど、ちょっと変わってるっていうか、見たことない魔物です。ランドソルにはもちろんいませんし。こっち、骨いっぱい。わあ、本当ですね。そこら中に骨が。生き倒れの魔物、そして骨の山。もしかしてここってかなり危険な場所だったりしますかね。お肉消えた。え？あ、本当です。なんだか嫌な予感が。私たちのご飯を加えてますよ。プレシアちゃん、戦えそうですか。ペコペコ、やばい。私もお腹ペコペコで戦えそうにないです。やばいですね。夢でも見てるんだよ。あれ、頬をつねると
痛い？というか、何この魔物？もしかして私たちがやっつけちゃったの？全然理解が追いつかないんだけど。お久しぶりですね、アーサー、グレアさん。ここはランドセルでも夢の中でもないんですよ。実は。なるほど、ここはジオゲヘナっていう裏世界なんだね。で、私たちがピアノごと転送された原因も不明へと。行き倒れの魔物についてだけど、ミスタルシアにもいない魔物だと思う。きっと私たちと同じように別の世界からここに転送されたんじゃないかな。私たちも特別なことはしていないですし、謎が深まるばかりですね。まあ、わからないことだらけだけど、ペコリーヌが元気そうでよかったよ。そうだね。しっぽに何かが。猫あちゃ。あ、すみません、紹介が遅れました。この子はプレシアちゃんです。最近私たちと一緒に冒険をしてる新しい仲間なんですよ。紹介よりも先にプレシアを止めて。尻尾はダメなの。プレシア、グリアの尻尾をハムハムしちゃダメだよ。私以外は。ごめんなさい、グレア。大丈夫だよ、分かってくれたならよろしくね、プレシア。あと、あんだってしちゃダメだからね。とりあえず一度居住区に戻りましょうか。ネフィーネラさんが何か知っているかもしれません。それに倒した魔物も持ち帰って料理したいですしね。アン姫にグレア姫、別の世からのまれびと様らよ。お初にお目文字つかまつり候、プリンセスネフィーネラが歓迎いたしんす。して早速の頼み事とはいかなる仕儀でありんしょう。うん、ネフィーネラさんは元の世界に帰る方法を知ってたりしないかな。なんで私たちがジオゲヘナに転送されたのか、どうすれば無事に帰れるのか教えてほしいの。無論ようござんす。九段の遺跡は家人に調査させんした。司祭はまだなれど、お前様らの望みには応えられようなり。よかった、それじゃあ無事に帰れそうだね。ありがとう。あいや、待ちたもう。魚心あらば水心、わっちからも希望を一つ申しそう。ギブアンドテイク。さようなり。お前様らと共に迷い込んだピアノなるなりもの、その音色にてわっちを満足させておくんなんし。いつの間に運んでたんですか？って、それよりもそんな意地悪言わないでくださいよ。なに、ささやかな余興でありんす。ジオゲヘナでは争い以外の合衆に乏しきゆえ、鹿をくべし好奇一すべからずと申さばや。ピアノ弾きたい。任せて、グレアのピアノはとってもすごいんだから。でも満足させられなかったら教えてもらえないってことでしょ。急に言われても心の準備がまだ。そもそもピアノはただの趣味だし、プレッシャーが。
グレア、リラックス。あ、ブルシア、尻尾ハムハムしちゃダメ。あー、ずるい。じゃなくて、プレシアの言う通りリラックスだよ、グレア。私もついてるからさ、ね。わあ、アンさんもピアノが弾けたんですね。それなら一緒に弾いちゃいましょうよ、グレアさん。わかったから、先にプレシアを止めて。尻尾はダメなんだってば。お前様らのザレ合いだけでも余興として甲斐なれど、時は金なりと申さば、とくピアノ奏で候え。はあ、わかりました。びっくりしたけど、プレシアのおかげで肩の力が抜けたよ。ありがとうね。頑張って。じゃあ、アン、お願いできるかな。私と一緒にピアノを弾いてくれる？もちろん、一緒に弾こう。グレアと一緒に弾くピアノ、すっごく楽しい。二人一緒だと楽しさも二倍だね。私も同じことを考えていたよ。アンの音と重なり合ってすっごく気持ちいい。一人じゃこんな風には弾けないから。そうだね。でも楽しすぎてリズムが弾んじゃいそう。大丈夫だよアン、心のままに弾いて。だって私も同じだから。やっぱり私たち息ぴったりだね。綺麗な旋律ですね。二人ともすっごく楽しそうで、聴いてる方まで笑顔になっちゃいます。すごい感動。ご清聴ありがとうございました。どうだったかな。ごくり。お見事な演奏でありした。痛い同心、二人で一つのごとく溶け合う音に深く感じ入り候。いきなり無茶なお願い申し訳ござんせん。やったね、グレア。やっぱりグレアのピアノは最高なんだよ。アンやみんなのおかげだよ。それじゃあ帰る方法教えてもらっていいかな。当うに及ばず、いまだ謎多きものなれど、まずもってあの遺跡の空間は事故とつながりがある他の世のものを偶発的に時間制限付きで呼び寄せる装置でありした。故にペコリーヌ姫とのつながりでアン姫とグレア姫は転送されたのでありしょう。あれ、じゃあ転送されたのは私のせいってことですか。すみません、アンさん、グレアさん。そんな謝らないで。久しぶりに会えてむしろ嬉しかったよ。そうだよペコリーヌ、時間制限付きで呼び寄せるってことだし、問題なくミスタルシアに帰れるんじゃないかな。さよう。その証拠にペコリーヌ姫たちが見た生き倒れの魔物は先ほど光に包まれて元の世界へ帰りした。なら、ペコもあっち行ける？いいな、それは無理でござりんす。
呼び出すのみの一方通行のような仕組みでありんした。あくまで招かれた者が戻るだけでありんす。なるほど。じゃあその装置を使ってもペコリーヌたちがミスタルシアに来られるわけじゃないんだね。つまり時間が経てば問題なくミスタルシアに戻れるし、またジオゲヘナにも来られるかもってことなんだよね。よかった。さようでござんす。アン姫、グレア姫、ジオゲヘナへいつでもいらっしゃい。わっちはお前様らを歓迎しんしょう。してお前様らが持ち帰った魔物の料理もちょうど出来上がったそうでありんす。宴を始めんしょう。焼肉、焼肉。わあ、とっても美味しそうな魔物料理ですよ皆さん。早速いただいちゃいましょう。こんな風に歓迎してもらえるなんてね、嬉しいね、アン。そうだね、グレア。久しぶりの魔物料理いっぱい食べよう。それじゃあいただきます。あん、私たちミスタルシアに帰ってこれたみたい。でもどうして今なの？